ただいま時刻は18時30分です。で、今ですね、夜ご飯が終わって、で、コクーンとポポちゃんが壁にね YouTube 映してるんですけど、それをね見ながらまったりしているところです。今日は時々リクエストいただくポポちゃんのお風呂、あと寝かしつけですね、その部分をねこうゆっくり紹介したことがなかったので、今日はしっかりというかたっぷりお見せできたらいいなと思います。で、ポポちゃんのお風呂はだいたいね19時半頃なんですよ。で、20時くらいにポポちゃんが眠れるようにしていて、でそれまではポポちゃんと戯れる時間になります。バイバイ。夢中だね。トイレ行きたいからさ、頑張っていい？ああ、分かった。オッケー。じゃあちょっとバトンタッチします。うわー、食べられちゃう。ああ、ママティー食べられちゃうよ。よいしょ。最高でリズム乗るの大好きだよね。これママちょうだい。はい。ちょうだい。ああ、ありがとう。嬉しい。あ、みかんもちょうだい。うわあ。はい、どうぞ。はい。あ、上手。片付けできるね。はい、じゃあこれも片付けして。はい、これ。はい。はい、これを片付けして。ああ、上手。ちゃん、あ、カメラ気づいた怪獣がやってきた気づいたうわさっきまで気づかなかった気づかなかったんだなので、ちょっとね湯船にお風呂を張っていきたいと思います。あー、まぶしい。はい、あ、そうですね、これはねポポちゃんが使っている椅子です。よいしょ。39度でお湯張りをします。ポポちゃんがお風呂入るときにね、ちょっとここに一旦座るので、ここに置いてバスタオル置いておきます。仁王立ちしてる、ここも。ありがとう。はい。最近ね、ポポちゃんね、何もつかまずに立てる時間が長くなってきました。最近20秒ぐらい長くて。あ、手離すかな？コウ君のところに行こうかな？あーで、湯船にお湯をね、入れたら、だいたいいっぱいになるまでに20分ぐらいかかるんですよ。なので、それまではね、絵本読むことが多いですね。ねえ、今日の寝かしつけはどうだろう。やっぱり毎日違うよね。すぐ寝る時もあれば、やっぱり寝るまでのちょっと時間かかっちゃったりもね、その日の。はい、あれでいける。ああ、すごい。よかった、私手つけてなかったよ。すごい。こんにちは。あらら。お風呂が沸きました。ポポちゃん大好きなお風呂沸きました。はい、こんにちは。おしまい。じゃあ、コクンとコクン。あー、寂しい。あ、わかった。ちょっと抱っこしようか。バイバーイ。上手。からすぐによし行くよ。ちょっと待ってるよ。はい、じゃあまず私がねお風呂入ります。まずは急いで顔や髪を洗ったり体を洗うんですけど、最近ねボディーソープはこのケアセラを使ってます。これねすごくいいの。何がいいってね、こう泡で出てくるんですよ。もう泡立てなくていいからね、すっごく楽なんですよね。そのポポちゃんがね待ってるから少しでも時短できるのがよくて、でさらにね天然セラミド成分配合だから、お風呂上がりにすぐボディクリームとか塗らなくてもお肌が潤っているのですっごくりにしてます。ごくお願いします。じゃあアリさんお願いします。はい、メルちゃんも来ました。メルちゃん逃げました。じゃあお願いします。じゃあということでお風呂上がった後のポコちゃんの用意をしていきたいと思います。じゃあですね、夜用とパジャマ、これをメルちゃんこれ持ってるけど一緒に行くか。メルちゃん今はねベッドの上ですね。ちょっとこれめくって、ここの広いスペースでパジャマに着替えたり髪乾かしたりします。よいしょ。よし、じゃあミルク用意してきます。続いてはミルクです。ブラシ。はい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 はい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 、せーの。すごいめっちゃ急いだ。めちゃくちゃ急いだ。いきますよ。はい、シュッ。はい、万歳万歳。眠いね、もう。眠い、もう眠い。今日は一段と眠いわ。あ、これパジャマ上と違うの持っていたね。マジ？これ違うやつ？違うの。俺いつもこれで履かせてたな。あ、いいよいいよ。よいしょ。よいしょ。はい、やったやった。はい、けけ。はい、じゃあ次は髪乾かしますよ。はいよ。はい。はい、行こう。行こう。行こう。はい。はい。笑ってるね。もう寝るのよ。カメラがあるからさ。そう、眠たい時はもっとぐずってるのに、今日はカメラがあるからご機嫌さ。え？もんどころが子供。おお。早い。はい、ということで今日はポポちゃんのお風呂や寝かしつけを中心とした最近のナイトルーティンをお届けしました。で、動画内で紹介した今お気に入りで使ってるこちら、ケアセラ泡の高保湿ボディウォッシュなんですけど、こちらですね、天然セラミドが配合されているそうで、とにかくお風呂上がり、お肌が潤うんですよ。洗い流すのにお肌が潤うってね、なんか不思議ですよね。そう、私もね、使ってみてびっくりしました。セラミドはもう皆さんご存知かと思うんですが、お肌を保護してくれる大切な成分で、お肌の乾燥を防いでくれるんですけど、そのセラミドは加齢とともにね、減少してしまったりとか、あと日々のお風呂で洗い流されちゃったりするみたいなんですよ。ちなみに化粧品に配合されているセラミドはタイプがいくつかあるみたいなんですけど、天然型セラミドは人の肌にも存在しているセラミドとほぼ同じ構造だそうです。その天然型セラミドが配合されているので、乾燥肌の方にも保湿ケアにおすすめです。これからの季節はね、特にお肌も乾燥しやすいですし、さらにね、年を重ねるごとにもうお肌もカッサカサなんですよ。もう本当に私そこら中カッサカサで、でもね、ちょっともう言い訳になっちゃいますけど、子育て中だとお風呂上がりにね、ゆっくりね、ボディクリームをね、塗れない日があったりとか、あと面倒になっちゃったりするんですよ。だけどこのケアセラはなんかね、不思議なんですけど、洗い流すんですけど、お肌がね、潤ってるんです。でね、お風呂上がりしっとりしてるから、すっごく重宝してます。あとね、泡で出てくるのもすごくありがたいです。ちなみにこのケアセラはドラッグストアなどで購入できます。天然セラミド配合で1000円以下で購入できるので、ぜひぜひ試してみてください。概要欄に詳細の URL も貼っておきます。はい、ということで少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。はい、もう私にもね、これ本当に気に入って使ってるので、ぜひぜひ試してみてください。